インスタ保存しました、ありがとう。鶏肉今度いつ出るの？わかんないよ。出れるかな？なんかさ、リムインスタ統一感ないから同じ衣装のやつ3枚ずつやろうかな。ちょうどコメントしたとこやった。見よう見よう。どれだろう、好きってやつ。携帯ケース変えてないよ。なんか24見てたの、姉ちゃんと。でも寝ちゃったんだよ。お片付けしますか。 DM も送りました。見るね、ありがとう。サリちゃんはお片付けができる子だからお片付けします。片付けができる。この後バズリズム。そうなの。でも私名古屋だからさ見れない。あ、ママに録画しといて。こう、あ、もう録画したかな、してた気がする。タリちゃんはやればできる子。そうだよ、やればできる子。片付けできる子。これ蓋全部捨てちゃったけど食べるのかな。どうしようか、どうしましょう。一つのパッケージにまとめることにしました。ポスビポスビ。
24。あ、お風呂が上がったの。帰り。ね、インスタあげたよ、みんな見てね。蓋の大きさが合わない。もともとナッチのファンだったケムケム。最近さ、そのショールームのコメントでケムケムって見て、ナッチファンでケムケムって人が方がね、やはりこれからです。ナッチファンでね、いて結構前ですよ。そっからなんか家庭の事情で来れなくなったって聞いて、なんか事情あって来れなく、あ、そのケムケム、なんかね、みんなにね浴衣をくれたんですよ、ケムケムが。で、私それ未だに着てる、その浴衣。すごい懐かしい。すごい、なんか星でも見えなくなっちゃってる。そうです、星してた。なんかすごい、ごめん、なんか個人的な話。すごい懐かしかったから、入院してたのか。もう大丈夫なんですか。そう、なんかケム、その浴衣を見るたびに、あ、これケムケムがくれたんだよなって。ミナルももらっててって思ってたんですよ。よかった。違うケムケムかと思った。4年半だって。よかった、でも元気でよかった。ナッチモームスかと思った。違うよ、高塚推しの。出なくても覚えてるもんなんですよね。まあなんかさすがにやっぱり一回会って握手会で、例えばこんにちは、なんとかこんとかだけだったら4年半はちょっとなんか覚えてる可能性もあるけど、エピソードがないじゃないですか、その人との。なんか一回来てくれた時に、なんかもうめちゃくちゃ衝撃的な出来事が起きてればまた別ですけど、なんかこの星になっちゃって見えないんだよね、たまに。 My Japanese is getting better。 勉強してるんだ。勉強中ですか。 Study now。 Study now? Studying now? わかんない。Are you studying Japanese? そう、なんかエピソードないから。いやいや、あるよ、大丈夫だよ、みんな覚えてるよ、みんな覚えてるんですけど、まあ、例えば私が一発目だったかわかんないけど、一回ですごく記憶に残った出来事は、ほとんどの方との出来事は大体覚えてるんですけど、なんか写メ会がやあったじゃないですか。で、その時にその人ガラケーだったんですよ。で、ガラケーだからなんかうまく写んなかったかなんかね、なんか失敗したの。失敗しちゃって、で、なんかね、なんかガラケーだからなんか自撮りとかもできなくて、だから撮ってもらう、ガラケーの人はスタッフさんに撮ってもらえるお願いとかしたりするんだけど、で、そっからその人のことを
でもそのガラケーなんかミスが起きたんですよ。でそれでそっからずっとその方のことガラケーさんって呼んでるんだけど、なんかそういうのは覚えてる。すごく特徴のある顔だったらいっぱい一回で覚え、特徴あるないじゃなく一回で大体覚えるんだけど、なんかたまに会ったことない人にも絶対会ったと思って、会ったことあるって思って話してると、握手会とかには来たことない、劇場には来てる、劇場で多分見た、劇場で多分見た人なんだけど、それいや初めてだよみたいな言われたりするんだよね。そういう時になんか初めてじゃないのに、初めてなのに久しぶりみたいな感じで言っちゃったりとかすると、ちょっとなんか自分で悔しいってなる。なんかミスして覚えてもらうし、違う、そんなことじゃない、ミスが必要なわけじゃないんだけど、なんかなんだ、でもあるよ、あなんかこの人いつもこの自分以外のね、この子の T シャツ着てるなとか、なんかそういうのとかはよくありますよ。サリナ先生 You need to teach me more。 サリナが一番可愛いよ。Please after me。 はい、サリナが一番可愛いよ。これが分かれば大事、一番いい日本、一番いい日本語ですよね皆さん。これがこれさえ知っていればどこでもどこでも苦労なく生きていける。じゃあでも私は本当に覚えてるのよ、アイドルあるあるって言われて本当に覚えてるのよ、マジでほぼほぼ覚えてるんですよ。いやなんか本当だから人間だから 100% じゃないけど基本覚えていると、こんな自信満々に言っちゃって恥ずかしいけど、なんかこのホテルさ映えそうだからさ写真撮ろうかなと。パリが覚えてるのは知っている。で私割とみなんかフルネーム漢字で書けますからね。ストーカーみたいだけど、フルネーム漢字で書けますよみんなの。だからみんなあの覚悟しといてください、フルネーム漢字って知られてるんで、あのたくさん握手たくさんサインとか書くとかで覚えてた。いや本当全員じゃないよ、全員じゃないけど人によっては、いや本当にごめん全員じゃないけど、フルネームじゃないけどなんかあったじゃんそういう時なんかそういうので覚えたりとかしたかな。8年でお互い太りましたね。そうですね。なんかね、最初に会ったチャイナドレス、愛してます、愛してるよみんな。なんかそういうの考えたら寝れなくなっちゃうんですよね最近。なんか今なんか今の日常が急になくなったらどうしようとかめっちゃ思うの、心配になるの。だけどなんかそういうの考えたら負けだと思ってるから、あーダメだそういうの考えないにしようと思って頑張って忘れるようにするんだけど、怖くなるんだよねすごい。そうだねみんな、だからみんなのと喋ってるとすごいポジティブな気持ちになるから、ありがとうありがとう、世界で一番可愛い、ありがとうね。もう終わっちゃうかな。パルオさん
ストさん、ラムさん、稲葉物置さん、ひろきさん、ちょっと全員読めない、ありがとう。